どうも、シモです。今回はですね、WE 製の AK シリーズ全般なんですけど、やっぱりこう、フルストロークな分ですね、セミはすごく楽しいんですけど、フル音になった途端にですね、こういった感じでもうめちゃめちゃ動きがとろいんですよね。で、まあ、それを改善するショートストロークキットっていうのが、多分 WE から出てるわけですね。ここまでの、ブローバックするのをここまでに抑えて、その分サイクルを速くすると。今、入手ができなくてですね、どこも売り切れなんですよ。もうちょっと速くしたいっていう思いでですね、まあ、いろいろ考えてみたんですけど、この隙間の部分に、まあ、そのショートストロークキットって組み込むわけなんですけど、まあ、このスペースをちょっと活かせんかなと思ってですね、作ってみたんですよ。汚いですけど、もうほんと適当に作ったんで、まあ、これ何かっていうと、消しゴムなんですね。この消しゴムがナフコで283円1個。まあ、100均の消しゴムとかでもいいと思うんですけど、まあ、もうちょっと大きいのがあったら、もうちょっとやりやすかったかもしれない。まあ、それをこうカットしてですね、まあ、こういった形にしたんですよ。ボルトが下がってきた時に、ここで受け止めるような。まあ、ちょっとこれ何回も試してみて、ちょっと黒くなってますけど、これだけやったらちょっとここの間に揺るゆるで挟まらなかったんで、ちょっとこう横にですね、ちょっと厚みを増してですね、こんな感じで、はめ込む。ブローバックでずれる可能性があるんで、まあ、下に両面テープで貼り付けるとか、最悪ちょっと軽く接着して、はめ込むとか、まあ、いろいろ手はあるとは思うんで、まあ、その辺は別にそんな問題ないと思います。このリコイルスプリングガイドを取り付けると、ここまで来てたのが、まあ、ここら辺ぐらいまでボルトがになるんで、若干サイクルは良くなる。まあ、それじゃあちょっと打っていきます。まずセミオットですね。フルオット、打ち切れます。まあ、このゴムがある分、今まで多分これだけで受け止めてたんですよ。ここにスプリングが入っててですね、これで押し返すような感じだったんですけど、直接ここにガンっていくんで、ここのスプリングガイドに負担があったと思うんですね。衝撃は和らぐと思うんで、たらもうちょっと打ってみますね。まあ、これ結構うまくいってるんじゃねえかなって、我ながらなかなかいい案のような気がするんですけど、まあ、もうちょっとサイクルを上げたいんなら気持ち上がるかもしれない。ガイドの六角ネジとここの下にストッパーがあるんで、もう不用意にこれを外すとバーンって飛んでいってですね、もう私前このスカーもそうなんですけど、なくしたことがあるんで、スプリングを下に引っ張ってですね、こう外すと、で、ガイドも外すと。たらこんな感じで、スプリング外せます。ここに、もうこれも適当ですよ、ほんと。ワッシャー、穴に通していくんですよ。スパンを変えれるんで、ここの、長さを変えれるんでですね。これなんで最後これかっていうとですね、こっちのゴムワッシャーってやつなんですね。で、これがめり込んでちょっと変形しそうだったんで、ここだけは最後に、アルミかなんかですね。それで、こういった感じで、さっきの逆の手順で、くねじを締めると。ちょっとこの分ですけどね。まあ、ここもうちょっとなんか冷たいんだ、詰めてもなんかいけるかもしれない。
まあ、ちょっとこれでちょっと一旦打ってみます。まあ、あんまりそんなに違いはないかもしれない。もういきなり振る音。だいぶ早くなってる、ちょっと早くなってるような気がするんですけど、下半身を温めてるのもあるんですけどね。最初ね、これだけで行こうとしてたんですよ。あと、ここの間にさらにスプリングを組み、はめ込んでですね、2段階にこう、こっちに強力なスプリングを仕込んでですね、こっちは純正で、最初やってたんですけど。ちょっとスプリングをあんまり増やすと、ここがブローバックで下がった時にですね、ここがたわんで、スプリングがこのボルトのこの中で詰まっちゃったりしてですね、まああんまり確かなやり方じゃないなと感じたんで、もうシンプルにもうここに、ゴムやったらなんとかなるんじゃない、消しゴムいいんじゃねえかなって思ってですね、やってみたらなかなかうまくいきましたね。まあこれあくまでも私が今試してる状態なやつで、ひょっとしたらまた不具合が出てくるかもしれないんで、ショートストロークキットがあるならばそっちを使った方がいいと思います。これはもうあくまでも私が、それが今売ってないんで入手できないんで、まあ応急処置としてね、行ったやり方なんで、まあもし手に入らない人はですね、まあ数百円なんで、まあ、試しにやってみるのもいいかもしれないですね。まあ今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。